97号では、納屋や庭に屋上炉と1階の丸テーブルを組み立てます。今回付属するパーツです。97号では、26号で組み立てた丸テーブルを使用します。はじめに、上炉の取っ手、容器、ノズル、ハスの実を台紙から切り取ります。次に、容器の長方形部分をヘラ B に巻き付け、丸みを帯びさせます。続けて、容器を底面のサイズに合わせて丸め、重なる部分を接着します。次に、容器の底面と上面の凸部を容器側に折り曲げ、接着剤を塗ります。続けて、容器の底面と上面を容器に接着します。次に、ノズルの幅が狭い方を爪楊枝の先端に合わせ、しっかり巻きつけながら丸みを帯びさせます。続けて、ノズルの重なっている部分に接着剤を塗り、太い方を容器の穴の直径と同じくらいにして接着します。次に、ノズルの太い方を容器の穴に差し込みます。次に、ハスの実の扇状になっている部分をヘラ B で丸みを帯びさせます。次に、ハスの実の扇状の部分の重なる部分を接着し、ハスの実の凸部を折り曲げて扇状の部分に接着します。続けて、ハスの実の穴をノズルの細い方に差し込みます。次に、取っ手をヘラ B に巻きつけ、丸みを帯びさせます。続けて、取っ手に接着剤を塗り、容器に接着します。次に、
LED の点灯確認を行います。続けて組み立てガイドの写真を参考にしてテーブルクロスの裏側から画鋲で穴を開けます。次にテーブルクロスの裏側から LED を差し込み、スイッチボードの基板を丸テーブルの天板の裏面に両面テープで貼り付けます。次にランプの穴に LED を差し込み、ケーブルを溝に沿わせます。続けてランプの底面に両面テープを貼り、丸テーブルに接着します。これで97号の組み立ては終了です。アッシャー。